の生産者農家が複数件集まって、自分の農場で作った農産物を持ち寄り、消費者に直接販売するスタイルの市場である。本来ならば生産者自らが店先で販売するという形態を持ってファーマーズマーケットと称されるが、直売所に過ぎないものであるにかかわらず、ファーマーズマーケットと銘打っている場合も見受けられる。植民地時代から19世紀の北。 アメリカでは市場法の伝統によって食料をはじめとする必需品を公正な価格で入手するための管理が行われていた。都市ではパブリックマーケットが設立され、食料品はパブリックマーケットを通してのみ購入でき、市場外取引、転売、買い占めは禁止された。このためパブリックマーケットの商品は生産者が直接販売するものとなり、 地産地消のルールが貫かれた。現在のファーマーズマーケットもパブリックマーケットの伝統により地産地消を基本としている。現代の消費者にとってファーマーズマーケットは仲介業者が介在しないため一般の市場よりも販売価格が低く抑えられることや生産者自らが対面販売を行うゆえ商品たる。 農産物に対する安心感を得ることができること。また、農場からの完全直送のため生産物が鮮度に優れるなど、様々なメリットがある。生産者にとっても、生産物を消費者に直接販売するため、販売価格を自由に設定できることや、商品に対する消費者のダイレクトな反応を知ることができる、消費者との触れ合いを通じ農業に関する理解を、 広めることができる、などのメリットがある。ファーマーズマーケットは、ヨーロッパやアメリカなど、先進国の多くの地域で催されており、地域の生産者と消費者が深く結びつくことで過疎化が進んでいた農村が盛り返したり、地域に根ざした特産品が増加するなどのメリットも多く、市民の間でも認知度を得ている。また、農産物の販売以外にも、 パン類やスイーツ類など加工品の店舗やカフェがあったり、音楽の生演奏といったイベントが行われるなど、市民の憩いの場としての側面も持っている。あるいはまた、福祉サービスの一環として、低所得者層へのチケット配布など、単に農作物を販売するだけでなく、食生活の改善や、地域再生につながるゾーンとして、大いに活用されている、類のファーマーズマーケットもある。 ファーマーズマーケットのうち、特に有機農産物のものを扱うスタイルの市場。有機栽培農法は、食の安全を守る手段であることは元より、農薬や化学肥料を使用しない、循環型農業であるため、エコロジーと密接な関係にある。オーガニックファーマーズマーケットではこれら有機農法で、生産されたもののみを扱うことで、生産者と消費者それぞれの商業メリットを超えた。 フィロソフィーを体現していると考えられる。ありがとうございます。